信長が上洛を果たしてなお、越後の上杉、甲斐の武田、そして西国の毛利など各地で大名が割拠していた。義明の御所を整えた信長は京周辺を安定させるため、将軍の名において越前の朝倉義景に上洛を命じる。しかし再三にわたる上洛命令を義景は黙殺。その態度を危険視した信長は朝倉討伐を決断した。一方、織田家と朝倉家、双方の盟友である浅井長政がどちらに味方するかは不透明なままであった。信長編第4章、武天金ヶ崎の戦い。信長殿、浅井との盟約には朝倉との不戦も含まれていたはず。やはり今朝倉を攻めるのは。私も考え直すべきだと思うわ。もしも長政が朝倉に味方すれば、一の立場も危うくなるもの。長政は天下一心の志を共にするものだ。この後に及んで俺を裏切ることはあるまい。だがもし俺に背くようなことがあれば、もはや長政と共に歩む道はない。それでも構わないと。いずれにせよ、天下一心の妨げとなる朝倉の存在は看過できん。お前も腹をくくれ、光秀。もちろんだ。上様、信長殿が越前に出兵するようでございますな。上洛せよとの上様の命に従わぬからだそうで。私は朝倉に上洛など命じた覚えはないが、これも将軍家の権威を立て直すためなのであろう。だとよろしいのですが、この先はあまり信長殿を頼りなされぬ方が良いかと存じます。申せ、私は織田に守られてここにいるのだぞ。下手なことをすれば何をされるか。上様は何もご心配召されますな。この三つ淵に少し考えがござりますれば。残らず消し去りましょう。よし、気張っていくか。これより我らは金ヶ崎城を落とし、朝倉を撃つ。まずは敵方の2つの砦を抜き、前線を押し上げよう。理想へとまた一歩。どうだ。ああ、我が理想へとまた一歩。敵将、撤去りました。ここは引こうか、あるまい。なんと見事な。承知。やっ、くらっとけ。
敵将ぶった切っといたぞ。耐えきれ、引かせてもらう。この戦、一が悩んではいないかしら。案ずるな、長政は俺を裏切らん。一が困るようなことにはなるまい。ほらよ、雑魚ども邪魔すんじゃねえ。よし、この勢いで金ヶ崎城を攻めるぞ。この城を守る朝倉景常を討つ。かかれ。後輩を脅かされぬよう、まずは市場の天筒山城を落とすのが上策か。攻めぬと浅井に訳したのではなかったのか。上位に従わず、いらぬ戦を招きながら今さら約定を振りかざすなど小心。まずは上場の戦から、あとは一乗だ。神の朝倉義景さえ撃てば、幕府の意を借り己に従わぬ者を撃つ。信長殿は身勝手が過ぎます。開門。お任せよ。およ。それ。義景様。まさか金ヶ崎まで出馬なされるとは。義景様がご着陣なされたか。よし、我らも打って出るぞ。金ヶ崎はすでに落ちたか。出遅れたな。長政が来てくれたか。これで一息に義景を撃てるぞ。古き名約に従い、俺たちは朝倉に加勢する。織田信長を討ち取れ。勝利条件変更。このままじゃ信長様が危ねえ。向かって承知くる敵将を止めねえと。ならばさ、それがお前の選んだ道か。敵将撃ち取ったぜ。かなう相手ではなかったか。その技俺にも教えてくれよ。このままではすりつぶされるぞ。食らっとけ。Come on!
外せやれ。おい、湧いていた。液晶消し去りました。力及ばずか。なんと見事な。ここは引くほかあるまい。理想へとまた一歩。敵将ぶった切っといたぞ。かなう相手ではなかったか。またザメ、今日も暴れているな。気合だ。ザコども邪魔すんじゃねえ。耐えきれん。引かせてもらう。我々がしんがりとして敵を食い止める。信長殿と姫様は先に引かれよ。勝利条件変更。よし、承知。またこら、みんな死ぬなよ。武運を祈る。この戦、信長様さえ無事に逃げられりゃそんだけで御の字だが、他の将が逃げられるかどうかもしんがりである俺たちの働きにかかっている。敗北条件変更。なんとか基地を脱したか。信長は俺がこの手で撃つ。止められるもんなら止めてみな。邪魔すんじゃねえ。敵将おい、ほったぜ。引かせていただこう。ずいぶん張り切っているようね。終わらせましょう。これより先には進ませんぞ。この人を逃がすのが私の務め。どきなさい。一旦引くしかねえか。だが俺は絶対信長に勝つ。逃がしませぬよ。逃がしませぬよ。あの様子ではこの先長政が味方に転じることはあるまい。敵は皆あの人の首を狙っているはず。よし、承知。私が守らなくては。待って、おりゃ妙案が一つありますが、誰ぞ手を貸してくれる者はおられましょうや。なる、ガマサ様、申し訳ありませぬ。これで戦場を脱することができよう。帰れ。弁解なんてしないよ。私の命は長政様の志と共に。姫を守ることのみが俺が生かされた意味。ならば命に代えても果たし抜いてみせますよ。1、5、6。敵となった以上遠慮はいらん。ただし俺もお前らに容赦はせんぞ。
分かった。信長殿の力になろう。ここの門を抜けていくといい。開門。逃がしませぬよ。承知した。そなたの英断に敬意を。槍の又沢天下無双よ。私こそが天下無双の者の不なり。必ずあの人と共にこの基地を脱してみせる。貫禄殿、こいつを連れて織田に下ってくれ。あんたならそう言えるだろう。姫が戦うとそうご覚悟されたんだ。なら俺が姫を支えねえでどうするよ。さすがに手ごわい。信長様、また戦場にて。開門。おらよ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 。承知。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。倒します。覚悟して。はあ、スキャルだ。オラ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 。リーチはこの先も長政様と一緒に戦います。さよなら兄様。リーチ、お前に恨まれようと俺は止まらんぞ。またざめ、今日も暴れているな。ここまで来れば敵も追ってはこれまい。ええ、先を急ぎましょう。親父たちは戦場を抜けたみたいだ。よし、追いかけて護衛してやるか。私の希望だから。生きて。まさか
濃姫様が亡くなられるとはな。俺も一緒にいたってのに、クソ、俺の役立たず。信長様はだいぶ思い詰めてる様子だったが、大丈夫なのか。俺は信長殿を信じる。必ず立ち直り、天下一新に向けて再び歩み始めると。うん、俺も信じるよ。待っているぞ、信長殿。来たか、光秀。お前にだけ伝えておきたいことがある。ああ、聞こう。俺は機長の仇を討つ。機長を奪った者をこの手で斬る。それは仇討ちのために天下一新の歩みを止めるということか。そうなる。俺は新たな世を機長に見せたかった。花もすすけぬ世で機長を思うまま遊ばせたかった。その望みを刹那にして奪われたのだ。我慢ならぬ仇討ちをなすまで俺は前には進めぬ。信長殿。ただしこの仇討ちは俺にとって最後の情とするつもりだ。仇討ちさえなればその後は一切の情を殺し、天下一新を果たすためにのみ生きよう。光秀、お前の力を貸してくれるか。愚問だ。俺は信長殿と志を果たすためここにいる。この先何があろうとも俺が信長殿を支えよう。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。信長が上洛を果たしてなお、越後の上杉、甲斐の武田、そして西国の毛利など各地で大名が割拠していた。義明の御所を整えた信長は京周辺を安定させるため、将軍の名において越前の朝倉義景に上洛を命じる。しかし再三にわたる上洛命令を義景は黙殺。その態度を危険視した信長は朝倉討伐を決断した。旧恩ある相手との敵対に心を痛める光秀は、戦への発展を避けるべく義景の説得を試みるが、光秀編第4章、覚悟、金ヶ崎の戦い。やはりお考えは変わりませんか。ええ、我々朝倉は上洛の命には従えません。越前の安寧を守ることこそが私の使命です。今越前を離れるわけにはいきません。申し訳ありません、光秀。信長殿にはそのようにお伝えいただけますか。義景様、しかしそれでは朝倉は織田と。殿、これ以上の説得はもはや
わかりました。吉影様の御意志、信長殿にお伝えいたします。これもまた定めでしょうか。というわけだ。長政殿からもぜひ口添えを。はあ、バカ言うなよ光秀。お前、自分が言ってることの意味分かってんのか。織田はかつて朝倉との不戦を訳したはずだ。それを今になって保護にするつもりかよ。長政殿の憤りはもっともだ。不義とのそしりは甘んじて受けよう。しかし信長殿も考えあっての決断なのだ。どうか分かってくれないか、長政殿。そうかよ、それがお前たちの結論か。そっちが義理を踏みにじるってんなら、俺も身の振り方は考えさせてもらうぜ。長政殿、俺は。一丁手柄を立ててくるか。僕を頼ってね、秀吉。これで金ヶ崎城は我らの手中に落ちたか。なあ、あとは朝倉の本拠一条谷城を攻めれば。信長様、殿、ご報告いたします。浅井が我らに反旗を翻した模様。長政が。さよう、お市様、勝家殿を伴いこの金ヶ崎城に迫っておりまする。そうか。どうする、信長殿。いささか分が悪い。ここは一度引き体勢を立て直す。承知した。全軍に撤退の下地を下そう。やはりこうなってしまったか、長政殿。長政殿、やはりあなたは。いや、悲嘆に暮れる暇はない。信長殿と姫様が無事に撤退できるようなすべきことをなされば、信長殿と姫様撤退まで必ずや守り抜かねばな。信長様、いや信長、俺はもうあんたと同じ道は歩けねえ。長政、それがお前の選んだ道か。長政殿、あの時俺が思いとどまらせていれば。あ、あの鳥でなんか匂うな。様子を見ておくか。どんどん行くぞ、どんどん。えらいことになったが、ここで生き残りゃ出世の道が開けるってもんだ。向こう一ついただきだ。ここは引こうか、あるまい。物の不安、すべからく核あるべし。
一ついただきだ。ここは引こうかあるまい。信長殿、姫様、道は開けました。急ぎご退却を。開門。そりゃ任された。合点承知。合点承知。敵将、討ち取ったよ。聞かせていただこう。ほう、見上げたものだな。見つかったか。ならばここで死んでもらう。朝倉配下の忍びか。策の一部かもしれない。警戒を強めよう。これより先には進ませんぞ。この人、逃がすのが私の務め。どきなさい。たとえ恩義ある朝倉の将とて行く手を阻むならば、切り伏せれば。敵将、オイラが討ち取った。かなう相手ではなかったか。二人とも振り返らずに走れ。俺たちに買うんじゃない。開門。展開なんてしないよ。私の命は長政様の志とともに。やめ。そこか。姫を守ることのみが俺が生かされた。ならば命に代えても果たし抜いてみせますよ。二人から強固な覚悟を買う。戦うしかないのか。俺に会ったのが運の尽きだ。姫、申し訳ありません。開門。こんにゃろべ。向こう一つ、いただきだ。無事な撤退のため、敵の追撃は避けたい。敵本陣近くの砦を落としておこうか。おいつ様、こんなことを言いたかありませんが、長政さんが信長様に勝てるとは。そんなのわからない。私たちは私たちのやり方で勝ってみせる。やれやれ、オイラが何を言ったところで聞いちゃくれねえか。一応この先も長政様と一緒に戦います。さよなら兄様。いいね。死ぬなよ。不運を祈る。みんなどうか無事で。親父は引いたが、まだ気は抜けねえ。よし、残る奴らを乗しとくか。ああ、だが、これ以上犠牲は増やせねえ。みんな、あんまり無茶はするなよ。調理条件変更。とっておきを食らう。敗北条件変更。手をこまねいているわけにはいきませんね。開門してください。開門。吉影様が自ら打って出られたか。どうか心を鬼になされよ殿。吉影様、恩を仇で返す不義をお許しください。来たな、この砦でやすやすと奪わせはせぬ。これで効果の憂いは立てたか。
皆姿を現すのです。クソ、伏兵かよ。親父のところへは行かせねえぞ。伏兵を信長殿のもとへ行かせてはならない。ここで食い止めれば、どれだけ忍びを潜ませようが関係ねえ。任された。合点昇進。全員俺が倒すだけだ。こっちに待て。吉神様、俺は遠慮は不要。もはや引き返せぬ定めなのです。誰もこの先へは行かせねえ。ここは俺が守り抜く。よいしょっと。これも安寧のため、お覚悟。かなう相手ではなかったか。こたびはこれにて引きましょう。光秀、決着はいずれまた。決着か。やらねばこちらがやられると分かってはいるが。よし、行ってこい。お前たち織田の戦力を削り切れ。開門。散らかせよ。長政殿、俺はあなたを、いや惑うな。俺は長政、いいよ。政殿を倒す。そこか。くらえ。敵将、おいらが討ち取った。聞かせていただこう。その技俺にも教えてくれよ。よし、これで親父も安心安全だろ。耐えきれん。聞かせてもらう。そりゃ任された。合点承知。ゼリュー。よ、散らかすよ。分子だって分働きしないとね。こっちに戻って。敵将撃ち取ったよ。力及ばすか。浅井にもまだ迷ってる人がいるみたい。どうにか引き込んでみようかな。誰か加勢してくれ。まずいな、味方が孤立しちまってるみたいだ。あの二人ならきっと。よし、説得してみよう。出るぞ。しんがりを残らず破って絶対に信長に追いついてやるよ。開門。今すぐ長政殿を止めなければ。敗北条件変更。やはり織田と負の関係を無下にはできぬ。我らはそちらにつくとしよう。織田への離反が相次いでいるようだ。我らも続くべきだろうか。読みが当たってよかった。この砦は落とされたようだが、なら中の奴らを倒して突き進むだけだ。このままでは持たない。いいよ。開門。待っていろ長政殿、すぐ追いついてみせる。一人でも多く助けて、みんなでこの地を抜けねえとな。手柄をもらった。助けられたな。我が部一層フルートしよう。味方は助かったようだし。よっしゃ、おいらも張り切るとすっか。おい、よっ、
どんどん行くぞ、どんどん。こりゃそこか。部働きしないとね。敵将撃ち取ったよ。力及ばずか。なんと見事な。見せてみろ。やっちまうぞ。とおいらこそ天下無双の秀吉様で。敵将おいらが討ち取った。耐えきれん。引かせてもらう。次こそ絶対に息の根を止める。お前も覚悟を決めろよ、光秀。俺は未だ惑って。なあ、早く親父を追おうぜ、光秀さん。俺、なんか嫌な胸騒ぎがするんだよ。ああ、そうだな。先に向かえ、美月。俺も後ほど合流する。信長殿、こちらでしたか。ただいま帰還いたしました。ああ、そうか。ご苦労。信長殿。光秀さん、大変、大変なんだ。美月、落ち着け。深く息を吸うんだ。どうした。機長さんが殺された。親父をかばって銃で撃たれて。姫様が。俺犯人を追ったんだけど逃がしちまって。くそ、あいつめ。先ほどの呆然たる様はそういうことだったのか。信長殿、俺は機長の仇を討つ。機長を奪った者をこの手で斬る。それは仇討ちのために天下一新の歩みを止めるということか。そうなる。俺は新たな世を機長に見せたかった。花もすすけぬ世で機長を思うまま遊ばせたかった。
その望みを刹那にして奪われたのだ。我慢ならぬ、仇討ちをなすまで俺は前には進めぬ。信長殿、ただしこの仇討ちは俺にとって最後の譲渡するつもりだ。仇討ちさえなれば、その後は一切の女王を殺し、天下一新を果たすためにのみ生きよう。光秀、お前の力を貸してくれるか。愚問だ。俺は信長殿と志を果たすためここにいる。この先何があろうとも、俺が信長殿を支えよう。それこそが俺のなすべき正しきことなのだから。